カンペンはオランダ東部のオーファー・アイセル州にある基礎自治体。人口5万73人。中世にはハンザ同盟に加盟していた都市であった。自治体内にある同盟の市街地も本記事で取り扱う。カンペンはオーファー・アイセル州の北西部に位置しており、この地域では最大の都市である。エイセル川の下流域にあり、中世には ハンザ同盟の加盟都市として繁栄した。面積は161.84平方キロメートルである。基礎自治体としてのカンペンの人口は5万73人である。そのうち自治体と同盟の市街地であるカンペン地区の人口は3万4063人である。カンペンの古い町の中心部はオランダの昔の町並みが最もよく保たれている地区の一つである。 古い紙壁の一石があり、三つの指紋が未だに残っている。数多くの境界道がある。また、カンペン地区と対岸のエーセルマイデン地区を結ぶエーセル、側の三つの橋や、ドルデズバルフェルという風車も有名である。カンペンの人々が話す言語は、サラント語が変化したものであり、カンペルスの名で知られている。カンペンは、オランダ中東部にある、南は、ヘルダーラント州。 西は、フレボラント州、北は、ドレンテ州とフリースラント州に囲まれ、東は、ドイツと国境を接するオファーアイセル州に属している。カンペ編ン自身も、東こそ同じオファーアイセル州のズバルテバーテルラント、と、ズボレだが、南は、ヘルダーラント州のハッテムとオルデブルーク、西は、フレボラント州のドロンテン、北は同じくフレボラント州の北東ポルダーと、言ったように、 他州の自治体に囲まれている。市街地であるカンペン地区はエイセル川の河口に位置している。同地区の対岸にあるエイセル川沿いのエイセルマイデン地区は自治体内では2番目に大きい市街地である。自治体内には他にフランフホールスト、スヘーレンブルーク、カンペルフェーン、ビルスブ、ザルクという5つの集中地区がある。現在の寒辺の地には 1150年までにはすでに木造の家屋群が存在していた。しかし、完璧の長記録に現れるのは1277年になってからである。この都市は1236年都市圏を獲得した。ゾイデル海とライン川を結ぶ賑やかな交易ルートに面しているという地の利により、しっな集落は交易で栄える町へと急速に発展し、 やがて北西ヨーロッパで最も強力で有数の都市の一つへと変貌した。14世紀、カンペンは、ユトレヒト市キヤンファンアルケルと取引し、マステンブルーク管宅地に変えて、エイセル川の三角州、エイセルデルタを拡張する権利を手に入れた。1430年以降、エイセル川の土砂の堆積が進んだことにより、カンペンの繁栄は、次第に影を見せるようになった。 ペンは長きにわたり、ンザ同盟内では普通に行われているような連合を組んだり、他の都市に対して経済的、政治的に情報することには消極的であった。しかしこうした姿勢は、ホラント州がンザ同盟と戦争を始めた時に終わりを告げた。ペンは、戦争でどちらの味方をするか選択を強いられたのである。ペンはもともと、 バルト海貿易に重きを置いており、ライン側の口とも交易を行っていたので、1441年に、ハンザ同盟に正式に加盟することとなった。ハンザ同盟において、カンペンは強い影響力を持っており、エイセル側の下流域の町や他の加盟都市の大反対があったにもかかわらず、1448年には、同盟は、カンペンに対してエイセル側の佳境に同意した。 河橋作業はちょうど5ヶ月で完了した。河橋により、カンペンは内陸地域とより緊密な関係を築くことを期待していた。カンペンの地図1568年、80年戦争が始まると、カンペンにも戦火が及んだ。1572年8月11日、スペインの支配を受けていたカンペンは、オラニエ公、ウィレムの義兄ウィレムファンデン、ベルフに攻略された。 しかし11月15日、ズトフェン虐殺事件の後、カンペンは自ら降伏し、スペイン側に戻った。1578年、カンペンはヘオルヘファン、ラライングが率いる軍に抗議され、再びオランダ側の手に移った。この時期カンペンはエイセル側の三角州、エイセルデルタを拡張する権利を持っていたおかげで、加工に成長しつつあった。 カンペレーラント等の所有者であることができた。1500年以降、島は賃貸に出されていたが、その賃貸収入があまりに莫大であったおかげで、カンペンは増税する必要がなかった。その後、1672年に始まったオランダ侵略戦争により、カンペンの強大な力は完全に失われた。カンペンの名が再び知られるようになるのは19世紀に、 なってからである。寒辺は周囲の湿地帯に土砂が堆積しており、水深が浅いため海からたどり着くのは困難であった。18世紀以前、エイセル川は何度か春節工事が実施されていたが、工事コストが比較的高い上、川は土砂の堆積により2から3年のうちに元に戻ってしまっていた。また、エイセル川はここで流れが線上に分岐して、 河口がいくつにも分かれており、川の主要な流れは何度か移動した。19世紀になって、この問題に対して新たな方策が取られた。いくつかの川のルートをせき止めることによって、主要な流れを1本か2本に絞り、水量を増やし、流速を高めるというものだった。これには、堆積する砂やシルトの量が減り、結果として、川が自分で自分を掃除するというメリットがあった。 この新方策の立役者となったのが、都市建築家のニコラース・プロンプであった。彼は、現在のペ辺地区のエイセル川川義一帯の仕事に携わったほか、水力工学の仕事にも関わった。また、19世紀には、新しい産業が勃興し、道路や鉄道が、経済に果たす役割が重要になり、これまでの砂道や泥道に代わり高速道路や、 舗装道路が整備されるようになった。夜のコールンマルクトスモンタダシ、水面の面積20.50平方キロメートルを含む、オランダ語では、クリスマスを、ケルストという。講談社、サイエンティフ育編、PGJ 版スター・キンバーグ、WJ ブート、財団法人日蘭学会監修、講談社オランダ語実典降壇九1994年、 P372 右段、ありがとうございます。